れて、そしてこんなに美味しいケーキを作ってくださる方がたくさんいる中に来てくれましたから、3ヶ月遅れですけれども、3月12日のくまモンの誕生日をここの皆さんでお祝いしたいと思いました。ぜひ皆さんの方でも、くまモンにお誕生日おめでとうの言葉をいただければと思いますので、ご参照の方よろしくお願いいたします。はい、それではくまモンさんの方には全く何も言わずにした企画ですけれども、八代サプライズといたしまして、八代の皆さんからですね、くまモンにおめでとうを言いたいと思います。くまモンお誕生日おめでとう。全く何も言わずにこんな企画をしまして。